こんにちは。アクエアソリューションズ LLC です。今日はザ・ジオケミストワークベンチの無料コミュニティ版のダウンロード方法を紹介していきます。 GWB のコミュニティ版にフォーカスされているツールセットでは、スプレッドシートの操作、反応バランス、モデルやダイアグラムの作成を行うことが可能です。community.gwb.com を直接検索するか、GWB ウェブサイト上部のダウンロードタブからソフトウェアページを開いて飛ぶこともできます。このリンクをクリックすると、無料ダウンロードができるページへ飛ぶことができます。チェックアウトをクリックすると、E メールアドレスを含め必要な情報を入力するためのウィンドウが表示されます。フォームに必要事項を記入して送信すると、入力した E メールアドレスに注文内容の詳細が送信されますといった内容のメッセージが出てきます。GWB セールスから送られてくる E メールにソフトウェアのインストーラーとアクティベーションコードが記載されています。まず、記載されているリンクから手順に沿ってインストーラーをダウンロードします。必要に応じて設定を変更してください。ソフトウェアのインストールが完了したら、フィニッシュをクリックします。次にライセンスを有効化する作業を行います。まず、ザ・ジオケミストワークベンチを開きます。そうすると、アクティベーションコードを要求されるので、E メールに記載されていたアクティベーションコードを入力して、アクティベートをクリックします。これで GWME の無料コミュニティ版を使う準備は完了です。これで今回のチュートリアルは終わりです。ご視聴いただきありがとうございました。最新情報は概要欄にある GWB のウェブサイトからぜひチェックしてください。